ぱりここ激戦区だ。さあ、続いてのレース、JSCC クラスの決勝 B メインのレースに移っていきます。さあ、それではですね、カーゼッケン順にお呼びいたしますので、ご入場ください。1コース、金田選手。2コース。2コース川上選手、3コース片山選手、4コース清水選手、5コース松本選手、6コース越尾選手、7コース鹿島選手、そして8コース山口選手ですね。少々お待ちください。車は手前の方に、ね、置いていただきますようお願いいたします。コースオップの指示があるまで少々お待ちください。はい、さあ JSCC クラスの決勝ビミコースオープンです。はい、停車単のチェック OK です。さあ、ここからは決勝 A メインでかけたレースになります。 JSCC クラスの B メイン。さあ、この辺りからかなり強豪選手ですよって言われます。チャンピオン候補もね、この中の選手見受けられますね。さあ、それでは行きましょう。 JSCC クラス決勝 B メインレーススタートです。さあ、綺麗なスタート。1周目、まずは一周トップはカゼック2番の川上選手が取った模様。さあ2番手から8番手まで、あとは1台マシン転倒。カゼック3番のマシンでしょうか。さあカゼック2番川上選手は人に、2番手に1コース金田選手、3番手に4コース清水光一選手。さあ、レース開始から50秒の1分50秒ですね、失礼しました。経過します。走行時間は残り3分を切っています。トップは依然変わらずカーゼッケ2番の川上選手、2番手に1コース金田選手、 0.5 秒差でトップ2番手、そして1秒後方に3番手清水選手、そしてそこから1秒後方に4番手5コース松本選手と続いています。決勝 BB、走行時間残り2分40秒。電車九州クリア10周年。さあ、トップ取りましたら 0.4 秒差。金田選手がそのすぐ後ろ、川上選手のチャージを開始していますが、さあここで川上選手がスタックしましたがですね、まあトップは変わっておりません。2コースの川上選手、現在レースリーダーです。さあ、その川上選手は今回熊本県からエントリーしています。
ミーツカップ九州グランボール大会で見事代表権第2位で獲得しています。走行時間もなく残り1分になります。変わらずにコース川上選手が取って 0.3 秒後方、先ほどはこの2名でずっとこの 0.3 秒から 0.5 秒間隔で取ってますので繰り広げてみました。依然で次第のコース川上選手、そして2秒4後方で3番手 C 選手、川崎4番がつけている展開です。残り30秒、走行時間まもなく残り15秒、トップは川崎一番金田選手、残りトップ入れ替わりました。残り10秒、さあトップラスで現在コース中央部、片山選手の後ろでしょうかね、トップ2台が来ております。4分経過しました。4コースゴール、7コース、8コースゴール、5コースゴール、6コースゴール、全車ゴールです。さあ見事決勝 MA 進出は川崎一番金谷選手、第2位川上選手、はい、おめでとうございます。以上をもちまして池江市施設の決勝 BA 終了です。